仕事の相性の良さじゃないんですよ。え、カレカノみたいな感じ。時代に生まれてない江口くんは。ありがとうございます。大阪隊員、エネルギー充填 120% 逆に可愛いですよ大阪さん、その発想は。ちょっと いや、これはさ、はい、キャンプじゃないよね。まあここはちょっとリラックスできすぎてて。グランピングって僕聞いてましたけど、やっぱこんな至れり尽くせりなんですか。はい、まあ、こんな広いとは僕も思ってませんでしたけど。あ、そうなんだ。はい、江口くんはよく知ってるわけじゃないんだ。もう僕初めてここで、使わせていただいて知ったところなので。いや、ドライヤーなんで置いてるかだけ教えてほしい。まあ、シャワーの後にいや、浴びたくなるんですよ。やっぱ寝る前ですからね。あの、ちゃんとシャワー浴びれるところもあるので。ありましたね。こちら全てが揃っております。こんなんも置いたんねんな。いや、もう至れり尽くせりですよ。このテーブルとかってさ、はい、何時使うわけ。やっぱここで外で散々パラ飯食うやん。いや、まあ散々パラご飯いただいて、うん、ここではやっぱりあのちょっと飲み直すなんて言って、ウイスキーとかここで、いや、ここで、はい、いやらしいなこれなグランピングっていやらしいな雰囲気がいいんです。これは女の子、もっと早く知っていればっていう。いや、もうこんな時代来ると思えへんかったよ大自然でね、心も解放されてますから。時代に生まれてんな江口くんは。ありがとうございます。俺ん時やったらもうほんま虫と戦ってなでも虫なんてもういないですから。これはここは切れますよ、節がないから。こいつやな、この節やな。この番組は節が好きやな。カメラ撮ってたら七節出てくるし。僕のことですか。いやー、いいっすね。いやー、楽しい。楽しい。で、もう職人みたいな。巻き割り楽しい。巻き割り職人みたいな。巻き割り職人楽しい。これがやりたくて。もうほんまにここまで全部硬いよここまで全部よく逆にそこまでようやったの。やりましたね。これはなんで番組おもろなると思ってやった番組おもろなると思ってこの木持ってきたえ、あ、そもそもなんでキャンプに行きたかったのか。キャンプ、いや、それは僕はキャンプ来たいって言ってたのは、うん、あの火起こししたかったんです。え、マジで言ってんの。はい、今日帰られへんで。え、こうやろ、これやろ、これで溝にこうやるやつもう帰られへんで。それはむちゃくちゃ大変やねこれ。そこまであの原始的なものを求めてないので。え、あの ライトライトは全然火起こしちゃうやんけ薪をくべることをやりたい。薪をくべて、めぐちのほんまに絵に描いたようなやつやりたいねんな。はい、こういうの好きなんすよ。えぐちくん子供の頃こういうのやれへんかった。あ、でもあの千葉に住んでた頃は。あ、そうかそうか。ボーイスカウトの森とかあって、はあ、そういうところでなんか体験したりとかしましたね。へー、はい、うち親が山登り好きでね。山登りは結構キャンプとかしょっちゅうでした。いや、楽しそうですけどね。はぁ、おい、いや、まさかそんな。え、いや、楽しそうですけどね。体とか傷だらけやぞ、雪山とかアイゼンつけて登ったことないやろいや、
いやそんなハードモードだとは思わなかったんで、足にアイゼンつけて途中でアイゼン取れて父さんって言って、下りのお前木持ってこうやって次の木まで滑ってバッて持つっていう折り方したことないやろ。ごめんなさい、ないです、そんな激しいのは。あーいいっすね、死ぬねんぞ、死ぬって思うねんぞすぐ、確かに死にたくはない。温度わかんの？えぇ、あ、グイーン上がっております、上がっております、上がっております。エグさん、はい、緊急指令、緊急指令。どうしたんですか？50度を過ぎました。50度を過ぎた、危ない、危ないぞ、やばい、100度になります、100度になります、100度、危ない、これ以上、100度、これ以上は危険だ、逃げろ。あ、小野坂隊員、エネルギー充電 120% キャンプやな、僕の思い描いていたキャンプとはまた違うんですけど、ただ面白いです。こう150度を超えました、これ以上は危険だ、危険です、危険です、お肉が、お肉が固まってしまう、あ、固まってしまう、固まってしまう恐れがある、でも大丈夫大丈夫なのかな。次、チアユのアンチョビアヒージョ、スキレットに中身を入れる、お肉の隣で焼く、お肉なくなってるお肉なくなってるあー、江口くんもうこれでけへん、ルールはお肉ないから、いや、大丈夫ですよ、アンチョビでけへんわ、いや、大丈夫です、ごめんな、大丈夫です、ほら、これもう捨ててくんな、いや、ダメです、ダメです肉なくても置けばいいんで、そんな、大丈夫ですよ。アンチョビのアヒージョめちゃくちゃ固まってます、食べたかったな、めっちゃ魚の死骸入ってる言い方ですよ、めっちゃ魚の死骸、いや違う、魚です、めっちゃ魚の死骸、死骸、死骸なことに変わりはないんですけど、言い方ですね、固まってるから、これさ出てきますかね、あのオリーブオイルが、はいはい、もう場が寒すぎてこんなオリーブオイル見たことないです、こんな寒いねんな今オリーブオイル、いやでもこれこれ車やったら動けへんねんもうオリーブオイル固まってもたるやん、いやでもだから視聴者の皆さんはどれぐらいここが寒いのかっていうのはこれで伝わると思います、いやもうあのねこんな白寒すぎてもう早やりたいからもうこれ江口くん、はい、ほんまはこれお肉の横でやるやつやから、いやいや、はい、あんまり お肉の横とか関係ないと思うんですけどね、絶対これお肉の横でやってくださいっていうね、絶対なんですね、お肉のエキスが、エキス多分入るんですか、この死んだ魚にすごい入って、言い方、言い方、ちょうどええ感じになるんやわ、そうなんですけど、お魚さんたちがね生き生きと、ここで埼玉県産キノコを使用した秋の具だくさんパエリアをダッチオーブンに、ダッチオーブンにスープを注ぎます、あ、なんかもう注いであるみたいな、まず10分弱火で炒めます、炒める、強火で15分温めます、温めます、10分ほど蒸らして完成、今何分これ、何分だいたい、何分測ってないの、20分ぐらい、いやもう失敗です、じゃあ江口くん川に流して、すぐ捨てるのやめてもらっていいですか、分からない、分からない、食べれない、いやもしかしたらこれでバッチリかもしれないじゃないですか、食べれない、ちょっと中身を一回、ちょっと軍手で、なんでやれへんかったんすか江口くん最初に、いやもいやこれししまず炒めなあかんのよ、炒めるは聞いてなかったっすね、うわもうこれできてんじゃないですか、もうやばいやばいやばい、一緒になってないのに焼いてもうてるやんあ、こうぐるぐるっていうやつ、ね、これあかんで、ね、うわほらうわもう固まってるやん、うわあ、でも焦げてないから美味しそうではありますよ、いや、リゾットちゃうやん、炊き込みご飯なんて思うてるやんこれは炊き込みご飯ですね、確かに、何やこれは炊き込みご飯ですおい、スタッフおい誰やこれ、先にこれやれって言うたんあ、いい、これもうサクサク加減がちょっとずつ、これはいいですよ、これ、あ、江口くん、嘘、そうや、ここにちょびっとだけつけて焼いてみ、え、
つけて焼くんですか。うん、え、ほんならもっとこんがりするから。ちょびっとつけて。あーい。あーい。あーい。香りもええなこれ。いやーこれはうまいぞ。これはええぞ。これは死んだ魚もめちゃめちゃうまそうやん。死んだ魚っていうのでもどうですか。裏側どうですか。裏もつけます。つけようか。これ多分ニンニクがついてるから。いやーこれはガーリックトースト。いやこれはうまいぞ。このスキレットからちょっと煙出てるのが気になるけど。どうですかね。これ本来スキレット揚げるやつ。揚げちゃいましょうかもうこれ。もう揚げよこれ。なんかスキレット揚げるやつついてない。ここにここにその後のあれがあります。ああるんや。はい。じゃあ、いっちゃいます。はい。よいしょ。あこれですね。それやな。はい。ここで蒸らしとこう。もう。蓋は絶対開けたらあかんで。え？蒸らすからな。早く行ってくださいよ。ここに置いてくださいじゃあこのタオルの上に。めっちゃ怖いですけど。気をつけてください。うわーうまそう。エグさん死んだ魚食いましょうよ。言い方です。パンもこちらにございますので。よっしゃー。うーわ。やっほー。じゃあ。うわめちゃめちゃパンええやん。ちょ待て。うん。おっと。うーわ。むちゃくちゃええやん。うん。これビールやわ。うん。これ大成功じゃん。うまっ。うまっ。サクサクやし、うん、魚の味もあるし、はい、死んだ魚の味もあるし。そこはちゃんとしっかりと。うん。うまっ。なんか即興アイデアで作ったものとは思えないぐらいうまいですね。これ一番うまいやん。いやいや確かに美味しいですけど全部美味しいですよこれは。うまっ。これ一番うまいやん。これナンバーワンですわ。サクサク加減もちょうどいいですね。なんかいやこれがめちゃくちゃ美味しいかもしれないですから。ほんまですか。そしたら成功ですよある意味。もういただきます。クラフトチューハイいきますね。うん。うん。うん。え、リゾット風になってる？うん。小野坂さん。うん。これかけたらめちゃくちゃうまそうじゃないですか。うまや。これなんかこの。炊き込みご飯でちょっと淡白になってるところをこれぶっかけたらめちゃくちゃうまいと思いますよ。新感覚やな。はい、これ多分めちゃくちゃうまいですよ。この油絶対これ残しちゃいけないやつなんですよ。もう多分こうはい、マジでうまい。絶対ガーリックライスみたいになってめちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。強火でねギャッていった方がね。でこれこうあったかくなってくると、はい、取れんのよ軸から。で落としてしもて、うん、落としてってペナルティーね。チューして。そんなペナルティか逆に可愛いっすね。逆に可愛いですよ小野坂さん。その発想はちょっと逆にピュア。今ちょっとピュア出ちゃいました。今逆にほっぺんにチューしてほしい。ほっぺんにチューしてほしい。逆にピュアだな。もうこれこうやってくっつけるとくっついちゃうのよ。あいいねってちょっとやめてよなんつって、群れっちゅうけどねーなんつって、つってやめてよもう、あ、落としちゃったチューして。それはねピュアなんですよ小野坂さん。それちょっと発想がピュアなんですよ。もうそんな生活したい。そんな生活したいっすわ。いよいよですよもう本当に究極ですよもうそれ。
大野坂江口の声優プレイヤー、ここでもマシュマロ焼いて、ここでも二人で食べるわめちゃくちゃ美味しくてよかった思い出、こうですね、今は何もなくなったこのシーン、もうお互いマシュマロベトベトですけども、お互い口の周りマシュマロベトベトですけど、マシュマロで口をベトベトにしたあの頃を思い出す楽しいロケーション、それでもう声優プレイいなくなってしまったプロデューサー黙っていなくなってゆく、なってないですか、なってないですか、消えてゆくなってないから、消えないから大丈夫、そこまであの原始的なものを求めてない、あのライダーライダあーちょっとやめてよーなんつって群れっちゅうけどねーなんつってつってチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。